日ちょっと皆さんにお伝えしなければいけないことがありまして、まあちょっとこう清掃してるんですけども、まあまあまあ百聞は一見にしかずということで、ちょっとまず来ていただきましょう。お邪魔します。まあタイトルとねサムネで分かる通り彼女です。よろしくお願いします。とっさに出たさ笑い声がさ素のアイアイやったさ。いや今回実は付き合っておりません。なんですけどもこう付き合っていることにしたいなという企画なんですよ。というのもですね、うちの弟がアイアイの大ファンで、多分動画とかでも普通に言ってんじゃないかな。俺の視聴者は知ってるぐらいのレベルで言ってる。めっちゃ嬉しいです。プライベートでもめっちゃ言ってて、で弟に彼女できたって言って、で紹介したらアイアイやったドッキリを今回やりたいと思います。アイアイ1回、あ、それこそほんまにさっき言ってたユニバーサルスタジオジャパンであって2回目やもんね今回。そうね、2回目で僕も音楽やってて、でアイアイも音楽やって、そういう共通点もあってね、そういうのも加味した上で、あ、アイアイドッキリちょっと一緒に手伝ってくれへんかな。で僕も今回動画撮ってる時に Amazon Music でアイアイの歌をちょっと聞かせてもらって、私もその Amazon Music プライム会なので使ってて、曲のとこにグッドボタンみたいなのあるんですけど、押すと自分のその曲に似てる好きな楽曲が選出されて出てきて、めちゃくちゃ聴きやすいんですよ。新しいこう知りたい曲とかもどんどんこう出てくるから、なるほどね、本当にね、もうそれも簡単に使えるんで、誰でもねこうやってやったら使えるんで、ぜひ、皆さんも試してみてください。でその前にちょっとこうね、前もっていろいろ準備してて、全く関係ないプライベートでご飯行ってる時にボイスレコーダー撮って、さっき彼女できたよ。すごい。てかさ、もしかしたら彼女ができるかもしれない。誰誰誰ん誰誰、まあまあまあ、まず言うわ。あ、ガチガチガチ、クリスマス前にうえいマジックやろマジック並びようですよ。昨日とかやったら、たまたま急にアイアイの話出してなんか、レコーディング次一緒にアイアイさんのチャンネルの方で一緒にクライベビー歌ってみたっていう動画を、出させていただくんですけども、その撮影をあいつが予定見て、あ、遠くやねんけど撮影位置がね、ひどいって言い出してどれもボイスレコーダーで撮ってて、え、すごい。何日って書いてる？何日？何日にアイアイ？うん、でこ来たかったら来いよ。マジ？え、どうする？アイアイに会いに来るってこと？横でちょっと見たい。横で見たい？好きすぎやろ。まあなので、はい、まあ、散々今張ってるので、そういう仕掛けを今前日に集まってもらってるんですけど、明日ついに結婚したいと思います。明日出勤日なんよ。普通に仕事してて、あいつに来てもらって隠しカメラ仕掛けてて、ちょっとずつ匂わしていくから、うんうん、あ、そういえば今日彼女来んねとか、あ、ちょっと部屋片付けるわとか、なんかそういう仕掛けやって最終的にドーンみたいな感じなんで、はい、はい、じゃあ早速弟に、実は彼女がアイアイだったらどうなるのドッキリやっていきましょう。たけやきショー。おはようございます。とりあえず本日になって弟がもう来るまでスタンバイしております。よろしくね。よろしくです。まあ、自然にちょっとずつ見回していく感じで、ちょっと部屋あえて汚くしてちょっときれいにしていくとか、はい、彼女呼ぶあるある、部屋きれいにしていくとか、もうあと10分ぐらいで来るから、ちょっとカメラ設置していこう。はい。めっちゃ良くない？おー、絶対カメラって分かる。絶対分からん。とりあえず来た。あ、来た。結構なんかいい感じのっていうか、ガチガチのちょっとな、もうまあ一緒に啓蒙したことあと何分くらい？4分まだ手をかかるから数時間で、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 ここまで終わってるわ、了解。おっと、おっと、正直
はい、それではアイアイに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。じゃあとりあえずここエントランスでここでスタンバイしといてもらって、はい、いや、そうやね、アイアイ持ってきてもらったんや。あ、そうだ、ありがとう、ありがとう。いっぱい服を持ってきたから、ちょっとどれになるかわかんないんですけど、私服が派手めなので、これを持って上がってしれっとそんなにかけとくんよ。絶対気づくはずないよね、女性ものの服やから。あれ、これどうしたみたいな感じで。で、多分ファンやったらわかるんかな、これがアイアイの。あ、でも着てたりします。あと、あ、マジ実際着てたんですか。これも着てたし絶妙なとこやな。だってアイアイのやつ裏垢フォローしてるって言ってたもん。え、すごい、それはコメントにどこ行ったって書いてだからもうそれぐらいガチってことです、うんうん、伝わったかなっていうので、じゃあとりあえず私は上に行ってこの服を持って、はい、頑張ってください。はい、全然いいのないよこれ。何がなかった？うん、帰った後一人しか声かけられてる。あ、マジ？あ、じゃあなんかまあ、あ、てか、じゃあ、改めて伝えろ。彼女に伝えろ。あー、確かに。一回来てて。あ、ここに。そうそう。あ、そう。そうそう、そう、だからそれで置いててたから。あー。っていう。あー、そう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 。めっちゃ軽装じゃん。派手すぎる。あ、そう、うん、あれ聞いてるよ、ちょっと普通引いてるよ、プライベートまでみたいな。仕事中まで、まあ、一言ぐらいでも挨拶してくれたんだ。ちなみにどんな人なん？でもこの職業やから、まあ、同じ感じの、そうね、職業というか、まあ、ちょっと歌出たりとか、ちょっとタレントやっててぐらいの。うん、すごっ、緊張する。緊張するか、緊張する、何聞いてるの、何聞いてるの。はい、おー、あ、聞くんよ僕出してたからさ、結構昔から1年ぐらい、1年ぐらいのからやってる人でずっと聞いてた。あ、そう、うん、あ、結構いないやん。まあまあまあ、ちなみに僕は撮影とかで Amazon 使いまくってるんで、プライム会員で最近は音楽も Amazon Music を使っています。プライム会員はそれだけで結構たくさん曲聴けるんですよね。僕がやってる音楽も聴けます。みんなラトラトで検索してみてね。すぐ来た普通に言うんですか、スマブラとか知ってる。確かにスマブラぐらいか僕は聞いてないわ。あ、そうなんや、うん、スマブラ女の人に見てる、さっきみたいなド M やん。キャラ何がいい。うわー、キャラなんやろな。フォックスとかなんかもうガチだたまたまちゃんとその服着といて、うん、座るよ、椅子に。いやいや、すいません、すいません。え、どういうこと、ちょっと待って、見られ、座るよ、早く。いいかな。
どうしたお前。震えが止まらん。やばい、マジで震えが止まらん。もう知ってます。動画で見てます。ありがとうございます。ちょちょ言ってて、そうでも分かるのかなって思った、私のこと。いやだから逆にその愛ちゃんとこうね、そう、うん、最初飲み会というか、うん、そういう場で出会ったけど、でも普通に連絡取ってて、大丈夫かなって思ったカード。弟がさ、こんだけ好きで知ってたからさ、うん、まあでもまあ信じてなかった全然。あ、そうなの、あんだけ言ってたのに、うん、全然信じてない。だけど、なんかリアクションがちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ほんまに理解できてない、全部。わかるよ。いやだから、お前好きって知ってたから大好き、ちょっと気まずいなって思って、そう感じ。まあ、付き合ってんの。そうですよ。え、だから、いやちょっと気まずいなって思ったけど、あ、逆に言ったら何、その、自分的には、なんかそれは面白いなって思ったから、ほう、もう会うまで、お前に黙っとこうと思って。そう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 、どういうこと、付き合っている。結婚したら、姉ちゃん結婚してほしい。はい、姉ちゃん。確かに手めちゃ震えてる。いや、無理でしょって。いや、マジで TikTok のいいねはめっちゃ、もうアイアイさんだらけです。嬉しいです。付き合ってるからさ、そういうの全部知ってるからさ。確かに。なるほどね。持ってるもんとか、だからなんか話しながらさ、あー全部分かってる分かってるとか思いながらお話しでね、知ってるって。一番最初にやったんってあの時やんな、イエスじゃん。あ、そう、でも付き合うきっかけとかその時じゃないけど、うん、写真なんか送るみたいな感じで撮った。ゆーちゃんともう2回ぐらい来られたのかな。うん、え、ちょっと待ってな、え、昨日じゃあめっちゃすごくない、東京ついて行ったのって。あ、言ってたな、レコーディングか、うん、次あるやろか、レコーディング予定アイアイって入れてて、うん、そのまま見てたよな、うん、でもあれ、あの、ぶち系レコーディングっていうか、まあ、普通にゲームみたいな感じやねそこに乗り込もうとしてたのか。そう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 、まだごめん、あの、6日フルーツって感じ。確かに、アイちゃんと普通にあのデート行くから、ごめんの、その後は飯行くから。あ、とかあれじゃない、あの、こっちに渡すもん。あ、そうだ、う渡すものあるから。無理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 。開けちゃって、はい、じゃあつーくんどうぞ。ナイス、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 ナイス。はい、じゃあ改めましてありがとうございました。ドッキリありがとうございます。ね、あの、これ画面に映ってるのは二人なんですけどもね、もうここでもう弟が目をガンビラケにしてはい、じゃあ今回は改めまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。正直でもそこまでと思わなかったから、あんまなんかそんな熱烈な人に会わないんですよ普段。へえ、あ、そうなの。嬉しかったです。うわ、よかったな。すごい、そんな驚かれたりしないんで普段生きてたら、からめっちゃびっくりしてくれて嬉しかったです。でもいいよ、最後になんかあいあいに一言、え、なんか言えることあるんで、もうこれ機会にね。なになに、一生応援します。大好きです。行ったな、一緒で行ったな約束だかんな。
というわけで今回アイアイに遊びに来てもらったんですけども、まあ、僕たちが使っている Amazon Music 音楽はもちろんなんですけども、それ以外にポッドキャストも聴けたり、ライブも見れたり MV も見れたり、いろんな楽しみ方ができます。ぜひ使ったことがない人、知らなかった人は概要欄から登録してみてください。特にプライム会員の人はお得で使いやすいと思います。私の曲も定額料金制の Amazon Music Unlimited で聴けます。今なら3ヶ月無料体験ができるらしいです。ファミリープラン、学生プランもあるので、みんなに合ったプランで音楽を聴いてね。 Amazon オリジナルのコンテンツもたくさん増えてるみたいです。アイアイの方の動画では一緒に歌ってみたの撮影もしましたので、今回ですね、フライベイビー。あれ、トールビー見たことある？大好きです。誰のコスプレでした？誰のコスプレ？でも、やっぱそれは…見てからの？お楽しみ！なんじゃこりゃ。